あれやね、カンナビ山ですな。これカンナビ山の地図を今日はいただきましてね、カンナビ山はそのピラミッドやないかということでですね、今日はちょっと寄せいただいて、でピラミッドの場合はそのいろんな石がありましてね、でここにまあ長持ち石というのもあるし、それから先ほどおっしゃってた白石でしたかね、あるし、で滝もあるとと、いうことで、ここに滝がこれありますね、その滝は確認してないけどな、神奈川も西川先生でくまなく歩いてへんからね、まあ、滝は雨がたくさん降った時にそのあのね、あのよく分かるような滝かもしれませんし、いやこの山の麓にはいろんなものがまああって池もあるし、で山荘ばっかりの群生地が、ね、あって見つけてね、あの、はあはあ、もう私らいた自分にそこだけ食いってね、はあはあ、沖田さんって言って、今同社の沖田さんのお父さんが森林組合の仕事しとったからね、それでそうやったけど取りに来たから、まあどちらにしてもこの神奈美神社がこの神奈美山の頂上にこのあるということは、信仰の対象になっていてですね、で大体よくあの神社の下にはその古墳のようなものがあったり、あるいは岩場があったりということで、多分ここもその岩の存在があったから、その上の方が崩れずにですね、そのまま残ってたんじゃないかなと思われる。ということはその岩の上あたりに神社を、神奈美神社を作って、そこでまあ祭祀が行われていたと。ということはもう完璧なものであって、ここがまあ誰かがおっしゃったようにその聖地ですか、いうようなことも言えるんじゃないかなと。でそれからもう昔はそういうような神社ができるまで、まあ神奈美って名前がついた以上、名前からしてもう山全体が、あの何やったかな、ここに書いてあるようにこの神がね、神が宿る御在所と、御在所、御在所ということでね、これに書いてあるわ。で、あの地元のいらっしゃったその西川さんが、いろんなまあね、この当時のいろんな記録を残しておられてて、その中に、まあ、いろんなものが出てきますね。で今ちょっと見てたら面白いのがあって、神武天皇の頃にその聖地と言うてたと、ね、いうことがあったしね。でこれもでもあれ、ここにその書いてある書き出しはそういうとこから書き出しね、書き出した。カンナビというのはカムは神、ナは、助詞のノにカムナビや ね、 ね、ビは日または変、という意味で神の鎮座するところ、神の御座所というところであると。 山のそのものは甘い中に都合とるけど、神社は神や、そうですね、うん、あ字がちょっと違うんですね。そうそれだけ神社の方はカンナビはあの神という字使ってるんだけど、カンナビ山の場合は天というに甘で、あなんか甘照らす大神を表すという甘いっていう天という字ですよね。甘いと字が、あの味の甘いというのでね、あそうですね、あそうですよね、この甘いというのを使ってるんで、なぜこの甘いのを使ったのかというと、そのある方が来られてね、いや天というのはあまりも恐れ多いと、甘照らす大神やから、だからこの甘いのを使ったんじゃないかなと、そうかも、いうことをおっしゃってたから、ああなるほど、そら言えるかもしれません、意味が分からなかったんですと。通常は神奈美山を言うと神のね、美山と書くんだけど、この京田鍋は甘いという字をこう書くわけですわね、まあ、その理由がね、なんとかこう分かってきたと。で神の御座所であって、このどっかにね、先ほど神武天皇がですね、関係してて、その当時に聖地と言われていたと。それがその渡部淳之介、書かれたんですか、どっかに先ほどありましてね、これは面白いなと。これでしたかね、滝岸のねあれに乗ってて、これは面白いなと。で神奈美山の登り口に前月寺というのがあって、その西の深い谷から山頂が上がれるということでですね、これ月臣神社のね、なんていうのかな、あれはあの巫女さんが踊るという、あれは男の人が神主さんが踊るという前月寺ということで、この滝技能の発祥地じゃないかということを志賀剛さんがね言っておられて、それがこの神奈美山の麓の前月寺というのが実際に残ってるからということをおっしゃっておられましたね。その地元と ここに書いてあるね、あのそこにあの地元、はい、これ
地元の滝院では神奈美山を総山と思うよと、総というとか総山、全ての、あの総場が違うやろ、ああ全ての山、ね、はい、うん、ああなるほど ね、はいはい、で水晶も取れるし不動産の滝もあるし、それを総称して総山、総山、総山と言ってたと、ね、で扇池とか白石っていうのがあるんですね、白い、白い石、白い石、この小岳の頂上には三角点から北へ50メートルほどの下に石英超石質の白い巨岩が露出しているということですわね。これもその信仰のまあ対象になってたんじゃないかと。で、長持ち石とおっしゃってましたね。この前月寺川の中流、私有地にある。大体下ってきたところにこの民地になってるけども、長持ち石と書いてあるわな、はい。そうするとこの辺りの。麓のところにね。まあ、その小池やろ、はい。で、これが船岡山にこうつながっていく、あの、千田さんやら、あの、高橋さんやらが言い出しとった。何あるわな、あの都づくりを鴨店がやるときに、はい、地点をこう引っ張り寄った、あ、そうですね、あの松井の天神社とそれから神奈美山とのね通じる間こうちょっと平安京の須尺王子の南の起点とされたのがこの神奈美山であるということがまあ分かってまいりましたし、まあ、そういう意味からも重要な昨日それ、あすにでおっちゃんが説明しとって、はい、そのずっとこう何言うてたわけや、周りのあの長い相当広いあの、おどいな、おどいね、ほんでこっちが、はい、南の方はあれがあるさ、こう自然のまあ川が、あの、まあ、防御になるわね、自然の川あるいはその小倉池がね、うん、そうそう、あったから防御のそうですね、奇妙な人だから平安京は三方が山に囲まれてるし、うん、その手前のところはお土居があって、うん、そうそう、で南に別にお土居作っても作らないでももうええということでよかったということですね、あの小倉池がある境ね、そうですね、あの小倉池がものすごく広くって伏見のあたりまで小倉池がこう来ていたというような話聞いたことあるんですけどね、うんうんうん、だから城南宮のあたりからちょっと南に行けばもうなんかこうあの宇治川というか小倉池かなんかにこう通じてね、うんうんうん、でそこから天皇さんなんかがあの水氏の方、うん、あの、うん、なんていうの、うん、枚方の方へね行く、うん、それ今ね、その船が乗る場所があったと、うん、今ね私らの戦争展をやってそれから今、ええ、大久保に飛行場があったことでね、はい、あこへ飛行機がおったことやらで今あの北村君というのは調べとんね、俺も付き合い立った向こうで、あの出てきてね、あの赤、いわゆる赤とんぼや、はい、その時にそのあの大久保 の頭の上に山があった、それをもう削り取って飛行場するためにあの西へ久美山の方へあの引っ張ってあの飛行場を作って、それがあの日国がなるんやけどね、広いとこでそこで滑走路をやっとって、その赤とんぼの練習をやっとったわけ、その遺跡がよく出てきたからこの間から付き合いしてあの、あこで展示しとんねんは、その赤とんぼが落ちたとこ、あの民族館であの常用のああ、うん、その赤とんぼというのはその飛行機のことを表す、飛行機ああ赤い色がしてた飛行機を、うん、その作ってたんですか、うん、あの日産車体のあのあたり、そうそうそう、大久保自衛隊とかの東京で飛行場をおったるわけや、あの大久保の自衛隊からずっと日産車体にかけての組み甘い通じるあたりが、ほんであれを切りあのあたり一帯が切り崩したわけやね、あそうするとね、そうなんですか、あの近鉄で昔ずっとこう通ってたらな、はい、大久保過ぎたらね、ちょっとこう土手みたいなとこがありますね、左側に土手が、こっち側で左側にね、はい、下見えへんわけや、そのね見えないですね、見えない、あれはその切り崩しちゃったら残るやん、残るやね、あそうなん、うん、そやからもっとその切り崩しの前はあの大久保の近鉄の大久保がガーッとこう出張っとってやの大村池があってこう、ええ、そやから昔のその京都や奈良山見た平安の人たちはあの傷からもう佐賀落としに傷川をあの大村池バーッとあの降りて、はい、そこからそのぐるっと回って宇治へあのどういうのかな、うん、あの船で宇治川へ渡って、ええ、宇治川でこっぴょ京都に帰るんだけどね、そやから大久保のはここあの同感になってたんですか、あの自衛隊のあたりは、あれ切り崩して、それ飛行場かなんかに使ったりするのにぐわっと切り崩して近鉄のすぐ西側がもう断崖になってるんだけど、あそこは丘にこうなってたということですね、あそうなんですか、だから絆がこうあの
ぐるっと迂回してますね。回って、はい、オブラが入ってましたね。ピリクズショタ、はい、ほんでその、なんていうのかな、伊勢田の方から大久保に来るところの南川という川があるけど、その南川のふもとに、トライ系の人で、安住強人の浜っていう浜があって、はい、そこにトライの人が住んどったわけ、はい、そやからそこからこうずっとこうこの山のとこを生、うんうん、そのくらいが切り崩しとらへんから、ちょうど伊勢田のあたりになりますね、うん、トライ石田だからもうみんな切り崩しとった境に、はい、今の自衛隊は大体それの恩恵を被ったんだけども、段差があるわ、ある程度。あ、そうですね、徐々に下がってますね。で、まあ、硬い土やから転圧して、はい、そんなもん細試合でも飛行場をつるっとって、その飛行場にやっとった時に田辺から5人ほどね、はい、いてはんねん。あ、すごい仕事にいとったわけやね、はい、ほんで組山の人やらはみんな田原取られたわけや、田んぼやらその飛行場を作るために、それを公民館へ集まって、田をこれから借り上げるって言ったから、買い上げるって言ったから、もう100人でけへん境に、もうみんな、体育館で学校の行動で涙流さんばかりにその話を聞いてはったっていう話もこの間聞いとって、それからそれで飛行場しょった、でそれで土地を買い上げられてもうた人は仕事でけへんから、奈良で2つ目にいたらしいわ、みんな。それからその飛行場やら、後、はい、の日国やらに勤めた人もあるけども、どういうのかな、もう土地買い上げられた人されて勤めになったけども、百姓してある人は後日またそれを買い戻さはったわけや。そやから文山の方はそれを畑にまた後してやるったらしいわ、その時飛行機の練習機が飛んだり落ちたりしてるやつをもう何も役に立たん境に穴掘って畑をうずんで、それ、上を、まあ、大根や野菜作りにはそんな、うん、ここあしたわけですね、使われてもいいだけ、それをやってたって言うてやった。ああ、その今現在その畑の下にはそういう残骸が埋まってる可能性があるんですね。ああ、そうなんですか、そういうことを聞きがけをね、この間俺も北村君の付き合いしたってね、ことね、それはいわゆる陸軍の方や。またそれ合わせて戦争点やってた、今度は予科連の海軍の方や、予科連のはい、ことを調べてるおっちゃんが稲田さんという人で、生活者から来よって、はい、でそれその田辺のアルバイトの女の子にそのおっちゃん食い込んで、わし調べてあんたに渡したから、それをまとめてくれというような話もしとったらしいわ。それからその女の子一生懸命やっとってんけどな、何もまだ師匠やるないし、かわいそうなさが俺かもたってんけどな、それはね、海軍の横に終戦の前は山城で3カ所に渡って、そういう海軍の横連さんが傷まで練習しとったわけ。でその草内の小学校、それから玉水、それから山城町、この3カ所でその横連の宿泊所やらがあったりしてね。ほんで草内の場合はその田辺調子にも書いてあんねんけども、もう4行ほどしか書いてへんけど、その横連さんは終戦前に指導する将校は民家に泊まるって、それからそういう若い青年たちはお寺に分散して、30人ほど、草内だったらこれ4つほどあるお寺にこう30人泊まるって。で元締めはそのここにあったあんたも知ってる玉祖園っていうところがあって、その玉祖園に、そういう人の元締めで、朝は小学校の体育館で、行動やね、そこで飯食べて、それから分散して昼前で練習して、それから終わったら竹やぶり、それを、ぐらいだからそれを隠して、それでまた宿舎へ帰ってきよんね。でその歌を歌いながら、まあ、帰ってきよんねんって、俺と同級生、それ同じ草内でも朝鮮西の方や、東の方やったらそのお寺の、近所に住んでる人やったら、もらい風呂やらで、ね、お寺は風呂一つしかないさかい、その30人住んでる周辺で
民家の風呂をもらいに行くよね。そんなん私聞き上げて聞いてたら、俺と同級生のやつも俺のとこも風呂を借りに来よって看板を持ってきよったら時々来るやつ、それから泊まってた将校が心安になって、本最近まで沖縄のから来てた人やけど、その将校に、もう本数年まで沖縄行く時には土産持って行って、また向こうから土産持ったりして交流やってたと。年賀状でも本、最近までそれを続けてたっていうのがあるのは、そんなん古川さん知らんかって言われると、俺西の方や、西の方の90のおばあちゃんに聞いたかで知らんなって言われた、東の方やったら傷がびれやからね、言ってね、それについてはね、海軍の予科練のことについては詳しい知ってるのは、玉井の場合は宮本俊之さん、その親がそれを世話してはった社会に、詳しいに、それから山城町ももうどういうのかな、大西さんやら藤原っていう山城町の長寿も知ってたわ。そんなんでね、その3カ所に分かれて、山城隊っていうのは3カ所に分かれて、訓練やっとって、戦争続いてあったら本土決戦に備えてやからね、もう体当たりで行っとったかも分からない。幸いなことに、戦争が終わったんですね。終わった社会で、みんな泣いて別れて帰る、国帰るというのがあったけどね、そういうね、海軍の側と陸軍の側はこの飛行機や、またそれを今、調べ出してるやつが読んでは、その木津川の河原は、そしたらそういうグライダーとかが、私らの小さい頃にはなんかグライダーをなんか練習してるのを見たことあるんですけど、その名残ですね、それね、ちょうど。なるほど、そうなんですか。なんかロープでね、たくさんの人がガーッと引っ張ってね、でバーちょっとこうスーッとこう上空に出て、すぐもう下へ降りるグライダーですわね、グライダー言っても。それ練習ですわね。いや、見たことありますよ、それ。それは貴重な何よ。昭和22年。俺らはもう、B25 がおったことからこっちしか知らんさかいね。25年か。昭和の25年か、まあ30年ぐらいまでの間やね。小学生の頃やから、見たのがね。それと、そんなん知ってんのは、山本ではもう、安田須藤さんちゃん、安田さんも。もう全部亡くなられましたよ。みんな知ってる世界に、もう80、90代の人やら、80代の後半からそんな人しか、もうほとんどいらっしゃらなくなりましたわ。そんな人は、まあ、先生らに似てたら、なおさらこんなこと分からへんわね、地域のことは。だから、その残されたおばあさんあたりは記憶はない、してるわ。そんなこと、止めたとかね、そんなこと言うてる世界ね。もうまさに戦時中は、そういう国の中がね、まさにそういうもう時代に突入していたということですね。でその後もまあその名残がずっとまだあって、我々の小さい頃にもまだそれが見られていたということですね。いろんなことが分かってきてんねやね。ボランティアで話してるお茶年次は京都市内のことはそのどうやらのことやら知ったけど、そこから直線に南引っ張ったら神奈川山に出てくるっていう、そこまでのことは知らへんね。そこで話立ってて、はい、時間が浅いちょっと30分の回ったさかいに、そのおっさんに説明しとったところ分け入って話しいたり来たりしてて、ほんで俺もこれは確かめておかないかなので、そのお土居を作るときに今みたいにごつい重機があらへんやろ、そやからみんなカチンコや、それでこう土もんねんさかいにね、人海作戦でね、お母さん帰ってきた、いらっしゃいませ、暑いでんな、そんなんで何やもう今のね、今の人は踊りなんて言っても分かんないんじゃないですか、今唯一踊りを持ってするやろ、そうしたらそのトイとか持ってこられへんから、周りから近くからですわね、あれは。そしたらそこで両側に七台ができるやん、あそこでそのセリアラが水が溜まってね、セリが、そうセリが食べ物になりますね、そういうことがあってんけど、その通りですよ、とったわ。いや今も帰らまでか、大きい暑いくらいです。暑いだよな。どうも。いや、踊りの残ってるのはね、私も昔、そういう仕事の関係してたんでね、北野天満宮の境内の奥ね、それとあと かなり北の方のあれは大学のあるところね、仏教大学のある奥に、そういう踊りの一部が残ってるんですね、今もほとんどわからなくなってんね、はっきり残ったとこもあしね、そうですね、あれは秀吉あたりが作ったんでしょ、攻めてこないようにね、
もう有名な話ですけどね。そんな話を。いろいろ研究は進んだけど、ね。進んでるんですか。うん、ああそうだけどもそのおっちゃんも別に市内の話さえしてたらいいのでね。あれは西側に、まあ、京都市内の西側にあったでしょ。ね、で東側はあったんですか、鴨川。僕は鴨川があるかいらないのか、敵が攻めてくるとかいうのないから。しかし東側も踊りがあって、東側もあったんですか、ぐるっと取り巻いてたんですか、取り巻いてたんですか、あのちょうど昔のそのあのなんていうの、秀吉のあの、お城のあったところは、あのちょうど昔のその平安京のあった千本今出川丸太町あたりですわね、お城があったのはね、うん、その周りをこう取り囲んでたと、うん、いうことですわね。もう昔のそういうあの何が住んでた人、これは九州の鹿児島から来た人やないでね、うん、早戸町というのも残ったね、まだ京都に。早戸町残ってますの、あの、うん、九州のつくし、つくし町、つくし町と早戸町はもう隣同士みたいな、これはこれ九州の一族やないで、みんな見てたけど、いっぺん見てみ。ということは平安京の頃にその移り住んできた人たちですかね。ね、うん、都を守ったりする、まあ、兵士とか、そうそうそう、そういう役目をしてた人ですか。うんうん、ということはこの京都鍋の大隅にいたその早戸町の人たちがですね、うん、同じ人たちが、うん、あのまあそれは一部がそうかもわからんけどね、あるいは宇治田原にも住んだ人さかいね。そうですね。そうわからんけどね。あのそれ地名は残ったろ。あ、なんか平安京の頃はね、うん、そのそういう人たちが住んでたのは亀岡あたりになんか住んでたという話聞いたことあるんですよね。あ、うん、だから京都鍋の早戸の方たちはその奈良のね、平城京の頃に、うんうんうん、まあ、ここへ借り出されてね、借り出されて、まあ、仕事を、まあ、兵士とかね、いろんな行事に参加されてたということが、うん、まあ、分かってて、平安京になってくると、まあ、ちょっとあの変わってくるかもしれませんがね。そうそうそう、うん、いや、あ、そうですか、京都市内早戸町がありましたか、うん、早戸市から筑紫町まで、筑紫町ね、うん、ただあの私は分からないんだけど、その宇治田原にも、まあ、早戸の人たちが来ていたと、うん、あれは平安京ですか。どこやろうな、あれ宇治田原というとやっぱり信楽に近くなりますかね。どこへこう用も人ってやろうね。信楽に近くなりますね。あれ国人教、国人教が近いでしょ、うん、国人教と信楽の宮と国人教があった頃に、うん、その信楽に隼人が来たんかもしれませんね、うん、一番近くですわね、傷が渡らなくていいし、大体用みたいな年代に来てんのやろうね。うん、そうですね。いや、それ聞いてるんですけど、でも宇治田原はあまり隼人と言われても長いこといらっしゃらなかったから、やっぱり信楽の宮とか国の宮の関係だったんかもしれませんね、うん、その証拠にそれは少ないと思うわ。あの地名が残ったったらね、松井とか、あの松井に小和田でも日向というのが残ったしね。え、松井に日向ありますわ、うん、松井ということは日向隼人が来てたんだろうか。あのあれは日向っていうのかな、日向か、そう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 、あの地名があんね、日向、ね、そこから隼人が来たっていう、あ、そういう地名が無理であれでもあったらね、やっぱりその一族やけどね、僕それは一部坊さんいて住んで、あのね、その地名が残ったの、ね、いや、私あの松井はね、あの阿多の隼人が来られた場所かなと思ってたんですよ。 あそこに隼人の墓がありますでしょ、うん、竹山に、うんうん、あら滝木が、まあ、阿多の隼人なのか、あの正倉院文書の中にあの大隅隼人プラス阿多の隼人というのが載ってますわね、古文書に。だからその阿多もこの京都鍋のこの辺りにまあ来てたんじゃないか、うん、でも日向があるとすればやっぱり日向隼人も来てたかもしれませんね。それはあっちの方からね。それは初耳ですわ。小技がある世界ね、小技があるからね、うんうん、その可能性ありますね、うんうん、地名からいろんなことがまあ分かってくるから面白いですね。まあ、今回のこの神奈美山の方もね、このいろんな、いわれのある石があったりするとですね、それがまあ神事に使われてたというところをつながって、それがこの上へ登っていく途中にですね、その白石とかですね、それから長持石ですか、この長持石というのはこれ見てるとかなりその手前の方にこうありますんでね、ということは下の方からあの神奈美山を仰いで、その長持石のところに祭祀具を乗せてですね、神事をしてたんじゃないかなということを考えられるから、まさにこの神奈美山は頂上にも多分そういうストーンサークルのようなね、まあ石岩場があってですね、そこは信仰の対象になってたので、その後その祠を設けてですね、
で、まあ、信じするようになったと。で神仏が一緒になった仏様、うん、で尾岳と目岳があるというこれ非常に古いその神社神道自然神道ですね、陰と陽があって、まあ、国生みを表す天照大神と通じるね、そういう山なので、やっぱりこれ今、まあ、ざっと見た感じでもう詳しくこの場所をね位置して狸谷というのもあるし、うん、愛の谷とか、まあ、いろんな、まあ、もういっぺん歩いてくれたら大体徳島いろんなありますね、うんうん、この地図見ながらちょっと暇になればこの岩のあるところを見てですね、この他にも岩がね、うん、案外見られるかもしれませんね、うん、まあ、そうすればあ、まあこの京田辺の神奈美山がですねピラミッド山であったと、いうことが確定するんじゃないか。石の場合は小さな山崩れやらがあったりして、水晶谷も崩れてるから埋まりますし ね、 可能性も浅いね、上の部分がちょっと見えてるぐらいかもしれませんがね、長い間のね経年変化で、うん、そうですね。でも奈良のその三輪山の裏山がね、まあ、御神体山になってて、うん、それがあのピラミッドやと、まあ、言っておられるから、もう当然のこと、ここも同じ神奈美山ですから、うん、京田辺も、うん、まあ、ピラミッド山ということを、まあ、指定してもいいんじゃないかなと、うん、私も最近思ってる、ま、その見る角度によってそれははっきりするところもあるかもかな。そうですね、潮を回った時に、はいはいはい、もう同じようなものがまあ整ってるし、うん、一番面白いのはその一番頂上にですね、うん、太陽石のようなものがね、うん、あって、それが東向いてると朝の光がこう出てきて、それでこう反射するというのがもうさまさにその神奈美山、うん、日本全国にある神奈美山と言われてる象徴のね、私らは山である。川内峠から神奈美山のぐらい高いですね、大したない岡山みたいに思ってるけども、あの東からこう見た場合と、それから北から見た場合と、ま、違うでしょうね。神奈美山さらに私らはそんなとこも見てないけども、西側から枚方の方から神奈川見た場合のね、ええ、その現代は山も切り崩れて変わったるけども、その古代に立ち返って、その古代にはそういう青いだ時点でこう幻想的に見たら、またあんた言うように見えたかもからない、見方が変わりますね、うんうん、もう私らは、東向いて神奈川見てますからね。そう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 、あれがちょうどあのゴミ焼却場のあたりから、うん、そのすぐ手前にある神奈川を見ると、うん、まさにこうこのピラミッド型の山になります ね、うん、なるね。私らの西側から東向いて神奈川を見ると、案外こうそんなとんがった山には見えないんだけど、まあ尾岳と目岳があって、かつてはもっとこうとんがった山で、その後、まあ、ある程度変化がしてきたんじゃないかなと、うん、いうこともまあ考えられる、ね。まあ、昔からそういう山の信仰というのはやっぱりこうなんていうか富士山やないけども、こうねあのとんがったというか、そういうことをやっぱり、うん、あのそんな開いちゃったらな、もう誰も誰も信仰しないですよね。だから近くのその山をあがめて、うん、その山が自分たちの、まあ、水の恵みの里というか水源であるわけですね。だから昔は井戸水とかを水源としてのその山を大切にしなかったら、井戸水の汲み上げの水もできないし、田んぼの水にも恵みを与えられないから、その山をあがめてやっぱり